男女共に友人はいますけれども好きな人に振り向いてもらえないです。周りは結婚したり彼女がいない人は一人もいません。私はこれまで人を騙すなど悪いことはしたそれでも結婚をした人もいますが私にはいない。誰からも愛されない。こんな人生なら死んだ方がましだ。ここにね、すべてが集約されてるんですよ。ただのクソ真面目はつまらんですよ。で、その発想がこんなんで自分はモテない。愛されないんだから死んだ方がましだ。魅力は。 残念だからゼロ ペンネーム TGT さん30代の男性から届いた相談です。私は30歳男ですが誰とも付き合ったことがありません。大学受験、就職すべて努力して目標を叶えてきました。でも恋愛だけはうまくいきません。男女ともに友人はいますが好きな人には振り向いてもらえないです。周りは結婚をしたり彼女がいない人は一人もいません。 人を騙すなど悪いことをした人でも結婚している人もいますが私にはいない。誰からも愛されない。こんな人生なら死んだ方がましだと思っています。真面目に生きているのに人から愛されないのはなぜなのでしょうか教えてください。禅の教えに聞く、行い、尽くすべからずというものがあります。聞くというのは 規則、マニュアルということですね。で、このマニュアル、禅寺の中では朝起きてから夜寝るまで、あらゆる作法がマニュアル化されてます。で、このマニュアル化されているということが、一つ、そのマニュアルをずっとこなしていく上にですね、お寺に修行に来た人たち、 が、様々な背景で育ち、様々な環境で育ち、様々な性格、様々な、その人その人の、子というものがありますね。けれども一つは、このゼンダルの中で、マニュアルに最初、徹底的に従わなければいけないんです。もういちいちお作法が決まっているんです。で、このお作法が決まっているということに対して、非常に最初は、 堅苦しい反発もあるんですがしばらくずっとこのマニュアルを受け入れて行っていくうちにその何が起きるかというとそうするとまあおよそ私たちはこの生きていく上でね自分一人で山の中で誰にも会わずに自分勝手に生きていればそれはそれであの別にそれも生きるということなんですけれども。集団を作ってその 例えば会社、例えば学校ってなると、やっぱりそこにはある一定の規則とかマニュアルっていうものが必要になりますね。例えば挨拶の仕方、メールの書き方、そのマニュアルがあるじゃないですか。例えばね、その結婚式の時のご祝儀の包み方とかね、何かお葬式の時のまたお悔やみの 包み方とか封筒の書き方とか、それはある程度マニュアルがあるわけですね。ずっと代々、あの、文化として受け継がれてきたマニュアルがあります。で、こういうことが全くもしなかった場合ですね、あの、いちいち自分で考えてっていうことになると、そうするとね、どうしていいかわからないっていうのが人間なんです。私たち自由に行きたいと思うんですけども、じゃあ自由にやってっていうとね、そうすると、 今度自由にって言われてもどう、こういう時どうしたらいいんですかなてやっぱり気になるわけですね。なので、ある程度、ちゃんとね、お作法とかマニュアルみたいなものが決まっていると、まあ、知らず知らずのうちにそのマニュアルを覚えていくとですね、まあ、あの他の人たちに嫌な思いもさせないし、自分もどうすればいいかが決まっているので、その決まっていることっていうのは、それを行っていけば楽ですよね。で、そういった、あのまあそれぞれの文化によってマニュアルっていうものがあります。 で、全寺に入ってきてもそうですね。全寺に入ってくると、その一般の家庭で皆さんがそれぞれ違った、あの、その家の文化、その人の習慣みたいなものがあるんですが、お寺の中で複数の何十人とかね、何百人とか下手すれば、そういうお坊さんたちが共に生活をするのに、私はこういうふうで、こういうふうで、こういうふうでって,って、それぞれのやり方をしているとですね、そうすると非常にこう集団としてスムーズに動きづらい、 それから、また、お作法が決まっていることによって、マニュアルが決まっていることによって、スムーズに進むことがですね、それぞれの考え方で、いちいちこう、突っかかっていったら、全然進んでいかなくなってしまうんですね。なので、このマニュアルってことが非常に最初、重要です。ルールとかマニュアル。これを、ま、守ることによってですね、あの、どんな人であっても、その習慣がつくとですね、あの、おのずと、人に、 普通に話しているのにそんなに嫌な思いをさせるような言葉遣いをしなかったりその人間関係の中で衝突が起きにくいような振る舞い言葉遣いそれからまたお寺の中の生活が円滑に進んでいくようなマニュアルっていうものがやっぱりあったりするわけですですからこのマニュアルっていうものが高度にあるところっていうのは例えばねハンバーガーの世界ナンバーワンのチェーン店があったりしますよね マクドナルド行ったりするとマニュアルがしっかりしてるわけですよ。だから高校生の子たちでもそのマニュアルを通りに動いていくとまあ接客の基本みたいなものも含めてですね、ちゃんとオペレーションができる。それはマニュアルがあるのでそれができるわけです。そうじゃなかったら本当にそのそれぞれその場その場で言葉が得意ない人、他の人こういう時にどういうふうにして返していいかわからないってリアクションができない人の含めてですね、 個人の能力に任せていたら進んでいかないことっていうものもマニュアルがあるので、まあ、いいというね、うまく進んでいくっていうことがあったりします。いずれにしても、聞くというのは、えー、マニュアルとかね、えー、そういったルールみたいなことなんです。だけれども、これをちゃんと守るということはとても大事なことなんです。大事なことなんだけれども、大事なことであるがゆえに、そこにですね、聞く、行い尽くすべからずという、 教えを説いた前奏がいたた前がんですねそれは何かっていうとこのマニュアル通りのこのルールみたいなねもの通りに私たちがこれを守って最初徹底的にちゃんと習慣づけるってことは重要なことなんですけどでもそうするとねどうなるかっていうとこのルールで決められたマニュアル通りの人間になるんです。 で、これが今度どうすぎるとどうなるかっていうと、本当にこう、金太郎梅みたいな、あの、こう、マニュアル通りの人間になってしまうと。ロボットと変わらないわけですね。だからマニュアルっていうのは集団生活をしていく上でとても重要なことだし、ルールっていうのもとても重要なことなんです。だけども、私たち人間っていうのはやっぱ機械じゃないわけですね。で、そこにやはり人としてね、集団の中で、 巧みに守っていかなければいけないマニュアルルールがある。だけれども、ここでない部分で、人としてのその人その人の、やはりユニークさとか特徴っていうものがやっぱり出てくることによってね、その社会的に、その場その場に応じて適切に振る舞うことができる、品格のある人である。でも同時に、 またその人のオリジナルナリティといいますか、個性といいますかね。で、そういったものが自然とやっぱり出てくるっていう面白さっていうんですかね。人とみんな違うわけですから。で、そういう部分がですね、また同時に育ってくる。なんか一見矛盾していることのようですけど。で、それがやはり人としての魅力が育ってくるっていうところがとてもやっぱり重要なことなんですね。なので、そう。あの人が魅力的であるってことはとても重要なことです。なので、 えー、こう、聞く、行い尽くすべからず。もう最初からね、俺は俺だと、こんなマニュアルとかルールなんかしたがいたくないっていうようなタイプの人には、聞くを行い尽くすぐらいのつもりで真面目に、やっぱり、聞くを行っていただくっていうのがいいです。けれども、そうでなくて、何かずっと、こう決められたルールであったり、マニュアルであったりっていうことを、ずっと守り続けて、もう本当にそれしかなくなってしまうと、 今度つまらない人間になるんですよ。機械みたいな人になっちゃうんですよ。で、これもまたね、本来の人間の教育とは違うということで、やっぱりこう、まあ私も弟子を取って修行道場に、あの道場でこう受け入れるわけですねで。そうするといろんな人来ますよ。いろんな子たち来ます。そうすると本当に真面目でマニュアル通りやる。言われた通りにやる。それは最初のうちとても大事なことです。 だけれども、やはり、あの、どんどん動いていく状況の中でですね、何かしらここを、あの、ここは、クソ真面目にマニュアル通りじゃない、起点を聞かせて、応用を聞かせて動いてほしいなっていう部分で動けない。一方でね、本当にその、マニュアルとかルールみたいなのは自分は大嫌いなんです。こういうことになかなか、こう、自分を合わせていくってことが苦手なんですって言って、そして非常に、まあ、 俗に言う個性的ではあるけれども、やっぱりちゃんとマニュアルっていうものを抑えてこなかったが、故にそのお寺の中で必要な物事の習得がすごく遅くなったりね。その本当に必要なことが最低限のこのルールとかマナーとか作法みたいなものはなかなかやっぱり覚えられないというか覚えてない何年経ってもねで。そうするとまたそれはそれで生きづらさになってしまったりするんですね。だから 聞く、ルールをですね、マニュアルを行い尽くすべからずというのは、これはあくまで聞くをちゃんと守ってくるということが前提の上で、それをでも行い尽くすべからずということ、あえてそういう教えが残っているということは、やっぱりそこから外れてね、そのマニュアルをある程度ちゃんともう習得した、ある程度がちゃんと習得したのであれば、そこからやはりこのマニュアルというところに頼らないで、 そもそもなぜここでこういう動きをするのか、そもそもなぜこうするのか、みたいなことを自分で考えて応用できるような人になれ、そういう意味合いがあるということですね。さて、TGT さんの問題は何かというと、このね、人生の中で、まあ、大学受験もちゃんとやりました。そして就職して、そしてすべて努力して目標を叶えてきました。すごく真面目に、真面目にやってきましたと。でも、恋愛だけはうまくいくない。 ここなんですね。これが本当に。さて、恋愛がうまくいかない。これが大きな問題だってうんですけど、これなんで恋愛がうまくいかないかっていうと、聞くを行い尽くしてるからです。私は真面目にやってきた。私は真面目にやってきた。それは悪いことではない。だけれども、人間っていうのは、人間っていうのは、しかも恋愛っていうのは、やっぱりこのね、 人間の関係っていうのはやっぱりね一つの側面だけではないわけですよやっぱり人の魅力っていうのは機械のように真面目これもま、すごく本当に誠実で真面目な人っていうのはいいことですよだけどもやっぱり人としてそれを超えたもっと広い高いそして深い 視点で、やっぱり人生を生きてる人っていうのは、このただの真面目ではなくてね、面白い真面目なんですよ。明るい真面目になるんです。TGCT さんが彼女がいない。それは、なんかこう、ある程度年になって自分は恋愛がうまくいかない。それは大きな悩みだと思いますけれどもね。ですから、ここに現れてますよ。 男女共に友人はいますけれども、好きな人に振り向いてもらえないです。周りは結婚したり、彼女がいない人は一人もいません。私はこれまで人を騙すなど悪いことはしたそれでも、結婚をした人もいますが、私にはいない。誰からも愛されない。こんな人生なら死んだ方がましだ。ここにね、すべてが集約されてるんですよ。ただのクソ真面目はつまらんですよ。で、その発想が、こんなんで自分はモテない、愛されないんだから死んだ方がましだ。魅力は、 残念ながらゼロなんです。すっごい真面目なんですけど。すっごい真面目だけれども、すっごい真面目だけれども、こんなに愛されなんだったら人から死んだ方がマシだっていう発想へ追い込まれていくような人。これは残念ながら真面目なんだけれども、これ恋愛とは結婚とは仕事じゃないでしょう。仕事じゃないんですよ。恋愛って仕事ですから仕事じゃないんですよ。 人間って真面目だけでない。ルールを破るとかね、社会的なルールを破るとか、反道徳的なことをやるとか、そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんだけど、もうちょっと、このただ、真面目きっちり目標達成でない、そんな完璧な人だったら、やっぱり皆さん寄り付けないんですよ。やっぱりそこに、人間味っていうものがあるのが、 その人の魅力だったりする。じゃあ人間見て何かって言ったら、人間見て何かって言ったら、機械のような、AI のような、計算でない、なんだか自分でもよくわからないような、不完全な部分なんです。それが魅力だったりする。芸人さん見てください。芸人さんって真面目なことばっかり言ってますかね。でそうじゃない。でも芸人さんってモテますよね。 ものすごくこう素敵な女優さんと結婚なさったり、芸人さんが、スポーツ選手もそうですけども、スポーツ選手以上に芸人さんって結構こう、時の人と結婚したりしますよね。やっぱり、それって何だろうっていうと、完璧でない人間っていうものを、笑いに変えてしまう、つまり明るさに変えてしまうっていう、そういう部分っていうのが魅力だったりするんですよ。 真面目であるっていうことが悪いことじゃないんです。でも、真面目である。だけど面白い。どうでしょうかねその、まあ、芸能人の方とかで言ったら、そういう方々はおられませんかね、とっても真面目な顔して、とっても真剣な恋愛歌を歌うと思ったら、とってもふざけた歌をだけど、それがね、嫌じゃない。ね。こう、嫌じゃない。 っていう人はおられるじゃないですか。例えば、さだまさしさんとかね。歌聞いてみてください。本当にシリアスなものもあるし、真剣なメッセージもあるし。だけれども、そのお話しなさると、あの、ずっと面白い。だから本当にこう、この人間の幅っていうんですかね。そう。それが人に迷惑をかけたり、多くの人に嫌な思いをさせない。 というところで、真面目だけだと、やっぱりちょっとつまらないんですね。真面目。だけど、だらしない部分があったり、真面目なんだけど、ちょっと抜けてるところがあったり、天然なところがあったり、というところも含めて、やっぱり自分が、こうあ、人間の幅、人間らしさっていうものが、 出てくるとそれが人の魅力になりますさて処方箋です聞く行い尽くすべからずじゃあどうしたらいいかってことです TGT さん大いに遊んでくださいでねこの「遊ぶ」っていうことが簡単じゃない「遊ぶ」っていうことは実は簡単じゃないんですよマニュアル通り 決められた宿題をやるとかマニュアル通り決められた仕事をするとかそれは大事なことですそしてまた多くの人がやり方も教えてくれますでもね遊びっていうのは誰も教えてくれないんですよ遊び方って教えてくれないんです 遊び方の授業ってないですよね。そう。これまで私たちが学校に行ったり、ね、いろいろ勉強してきたこととか、研修とかね、そういうので、あの、会社の研修とかも含めて、何かのスキルを身につけたり、何かの知識を身につけたりって、そういうことの研修っていっぱいあるんです。でも、遊びっていうことをなかなかこう、教えてくれる人がいないんですね。でね、そう。仕事の仕方を教えてくれる人がいない でもね、遊び方ってなかなか教わることできないんですよ。だけれどもだんだんこう自分の周りにいる人たちとか関わっている人たちから遊びを覚えるんですね。で、これはちょっと一つの秘訣なんですけども、魅力的な人っていうのは、魅力的な人っていうのはどこでわかるかっていうと、遊び方でわかります。遊びっていろんな遊びがあるじゃないですか。遊びって言った時にはいろんな遊び方があるんですよ。 子供には子供の遊びがあります。大人には大人の遊びがあります。で、もこの大人の遊びっていうので、生きな遊びをしてるっていう人がいるんですね。そう。人は、実はその働き方とか生き方っていうことを言いますけども、働き方とか言いますけど、じゃあね、遊び方でその人の品格がわかるんですよ。遊び。悪い遊びから、人に迷惑かける遊びから、これ人によって遊びなんてみんな違うんです。だけども、 いや、粋な遊びだな、面白いなぁって。人間としての深みっていうものを遊びながら、そこで深みが養われていく人っていうのがいるんですね。で、これ、ね、簡単なことじゃないんですけども、本当に遊び、いろんな遊びありますが、どういう遊び方をしている人が魅力的なのかっていうことがわかると、 そういう人に遊びに連れてってもらうんですそういう人と一緒に遊ぶんです。これね、遊びっていろんな遊びがあります。いろんな遊び方があります。遊ぶように生きてる人っていうのが、遊んでるように生きてる人っていいるんですよ。もう究極それが達人ですね。お坊さんでもそういう方おられます。皆さんが想像する遊び、打つ、買う、飲むみたいな。ね、大概遊びって言うとそんな感じじゃないですか。 もっともっと遊ぶように生きてる人っていうのがいるんですねそれは仕事してて出てくるんですよ同じお仕事なんですけどとっても面白いなっていうスタンスの人がいるんですねさていろんな遊びありますついこの間ちょっと私も私の大好きなあのまあ修行時代の同期のあの 友人なんですけども久しぶりに電話したんですよ。で、電話して、そしたら向こうからまた電話がかかってきたんです。で、まあ、私が電話したときに電話したんですけど、繋がらなかったんですよ。で、向こうから電話がかかってきた。で、その時私は私が用事があって、繋がらなかったんですよ。取れなかった。で、また、こっちから電話した。で、今度、向こうが忙しくて、電話取れなかったんですよ。で、また、うこう、 向こうから電話かかってきて、私が取れなかったんですよ。で、これ何回か繰り返して、普通ね、あの、いついつ空いてるって、あの、電話を、いついつ空いてますかそれで、いつつあ空いてますじゃあ、電話しようねってやればいいんですよ。別に。メールもあるし、LINE もあるし、そういういろいろできるじゃないですか。で、そうやって話し合わせればいいんですよ。だけれども、なぜか、まあ、彼もそうなんですがね、その後、メールが来て、 まあ、緊急なことではないんでしょうから、そのうち繋がるでしょうってメールが来たんですよで。そうなんですよ。私もちょっと久しぶりにちょっとお話したいなと思うところがあって電話しただけだったら別に緊急じゃない。向こうもわかってるで,でまあこちらもね、わかりました。またチャレンジします。っていうんで。で、結局、電話かけた繋がらない。向こう電話かけた繋がらない。またかけた繋がらない。っていう、 ことを一週間ぐらい楽しんで、二週目ぐらいにようやっと繋がりましたね。で、お互い、ああやっと繋がったねって。くだらないことでしょだけども、そんなことを楽しめるっていうんですかね。そんなことがちっちゃなちっちゃな遊びなんです。で、私はその人大好きなんですけど、そういう人なんですね。とっても真面目で、 あの、まあ、ご本山っていうね、修行のところで、修行僧たちの第一座って言ってですね、修行僧たちの先頭に立って、そして決められた期間、誰よりも早く起きて、誰よりも先頭に立って仕事をして、誰よりもっていう、その第一座としてですね、本当に先頭に立って自分を追い込むっていう、そういう役をやった人なんですよ。だから本当に真面目だし、だけどね、本当に奥が深いんですよ。面白いんですよ。 物事に対しての見方が深い。で、いつも、いろんなことがあってもね、なんかもう、なんか嫌になっちゃったよなーって言いながらニコニコしてるっていう、本当に懐が深いんですね。だから、いやー面白い人だなー思うんですけど、そういう人モテるんですよ。そういう人モテるんです。 仕事やらせてもできるんです。でも、完璧な人かっていうと完璧じゃないです。お、面白いところがいっぱいあるんですえ。抜けてるところもいっぱいあるんです。だけれどもね、人がほっとかないんですね。私もしばらくするとね、ああ、あの人に連絡したいなって、ちょっと話したいなって、時々遊びに行ったり、え、フラッと寄ったり、また会いたいなと思う魅力の人なんです。 当然女の子にもモテると思いますよ。いや、モテますね。実際に。だから人間として魅力的なんです。真面目なんだけども、ふざけてるっていう。でもね、ふざけてるっていう言い方がまた奥が深いんですよ。人に迷惑をかけたりっていうようなふざけ方ではないんですよ。だけど、この、なんでしょう。白か黒かってないところの絶妙なバランスっていうのが難しいんです。 そういう人を自分の身の回りに見つけて、一緒に時間を過ごす。いろいろ遊びに誘ってくれたりするんです。で、幸いにして、私そういう人間として魅力がある人っていう人から学びたいと思ってたので、学生時代から。アルバイトをするにしても何をするにしても、とにかくそこの上司とか店長さんとか、そういう方が面白い人がどうかってって、それを基準で行きました。 いただける金額とか休みなんかどうでもよかったんです。でも、若いうちに面白い人と会う。悪いやつと付き合っちゃダメですよ。自分がクソ真面目だなと思うんだったら、面白い人と付き合うんです。品のある面白さです。でそういう人と付き合えば、何もこう、おそらくね、t g c さん真面目な人なので、 その本当に人の道に反するような遊びをしたりとかね、人に大きな迷惑をかけて誰かを騙したり、そういうこと嫌いだと思うんですよ。そう、別にそういうことが遊びじゃないんです。本当に品のいい遊び方をしてる。でも、素敵な遊び方をしてる人は間違いなく魅力的です。ぜひ、遊んでみてください。で、もし、そういう、どうやって遊んでいいかわからない。そういう魅力的な人と、 時間を過ごしてみてください。一緒にどっか連れてってもらったり。で、遊び方を教えてくださるんですよ。ぜひ自分の身の回りを見てあ、なんかすごく自分が嫌じゃない。だけど、なんかすごい魅力的だなっていうね。仕事もちゃんとする。だけども人としてすごくモテる。同性から見ててもすごく魅力的。でそういう人との関わりをぜひ増やしてみてください。 そうするとね、だんだん分かってきます。30代。全然遅くないですよ。全然遅くないです。人間として、男としての魅力がこれからにじみ出てくるっていう時期ですよ。でもぜひその時に、これまで自分の好み、これまでの自分の興味、でそういうものの延長でいったら、それは TGT さん、TGT さんの幅が広がらないですよ、人としての。なのでぜひこれを広げていくためには、 自分とは全然性格違う。ねだけれどもすっごくなんか魅力的だなーと思う人。必ずしもそのスタイルがいいとかね、顔の造作がいいとか、お金をたくさん持ってるとか、そういうことじゃないんですよ。だけどね、面白いなーって。同性として面白いなーと思う人。そういう人とお付き合いしてみてください。ちょっとずつ、ちょっとずつ TGT さんの魅力が出てくるんですよ。TGT、ね、さんずっと街中歩いてて、いい匂いがしたらふっとそっち見ませんか 街中歩いててすごく素敵な匂いがしたら、ふっとそっち見たりしますよね。そう。良き香りがする。面白き香りがする。そういう魅力の出てる人っていうのは、人がほっとかないんですよ。だからぜひね、そんなことで処方箋、えー、魅力のある人。そういう人のそばに行って、そしてぜひ、その人との遊び方っていうことを、まあ、一緒に遊ばせてもらってください。 でそういうところでね自分の幅を広げていくことによって TGT さ,さんのもともと持っている真面目さとそして人としての面白さまあそれが魅力ですよねそうそういうものがそこに TGT さんの中に必ずあるはずなんですよ、ね、きっとね僕は真面目に生きてるだけどなんかどっかで羨ましいって思うようなこともあったりするそういうところに素直に自分を解放してみるんです 人としての道を踏み外しちゃダメですよ。誰かを大きく傷つけるようなことしちゃいけません。だけれども、恋愛ってすっごくエネルギーのいることだし、恋愛ってものすごくやっぱり人間と人間のぶつかり合いですからね。簡単なことじゃない。けれども、必ず魅力のある人っていうのは放っとかれないですよ。放っとかれない。また自分が素敵だなと思う人は、 まあ、振られたとしても、思い切ってそこへチャレンジしていく。そういうことによって、格好つけてる自分っていうのは自分から鎧を脱いでいかないと、自分の中に眠っている人間らしさ、魅力っていうものは出てこないんですね。好きな人には振り向いてもらえないです。そう。だけど、振り向いてもらいたいと思ってあがいてる自分は滑稽ですよ。そこになんかみっともない自分っていうのをさらけ出したりするんです。だけども、 それがすごく重要です。すまし顔でいて誰かが寄ってきてくれるけどそんなことは絶対ないんです。いずれにしても TGT さん、自分がね、何かしら魅力的な人になりたい。そういうために遊んでください。それが一つ。それと同時に自分がやっぱり素敵だなと思った人には振られてもいいからアプローチしてみてください。そこで自分で自分のやっぱり鎧を脱いでいかないといけない。 いや、脱がされます。放っておいても。痛い思いもする。悲しい思いもする。寂しい思いもする。でも、そういう思いをすることによって人間としての深みがやっぱり出てくるわけです。ですから、ぜひね、相手に振り向いてもらえるかどうかわからないけれども、大恋愛したいと思って動いているうちに、やはり、いろいろな失態を晒しながら、 人としての深みと魅力が磨かれていくことと思います。ということで、聞く、行い尽くすでからず、大いに大いに遊んでください。勉強するよりも遊ぶことの方が難しい。ぜひ30代、大いにチャレンジなさってください。応援しています。